で最後になるんですけれども、まあ、健康経営と経営者のリーダーシップっていうところでちょっと、ご意見をいただきたいんですけれども、一応健康経営っていうものをもう一度ちょっと説明させていただきたいんですけれども、こう人、まあ、経営資源である、まあ、人っていうところで、まあ、社員に、まあ、どんどん投資して健康投資をすることで従業員一人一人の、まあ、活力、まあ、なんていうんですかね、能力が最大限発揮できるような職場環境を作るために投資する。でそういう従業員、生き生きとした従業員が集まれば生産性も上がるっていうような、まあ、経営を、まあ、戦略、事業戦略に等しいんですけれども、まあ、なので経営者がやはり主になって進めていってほしいものなんですね。で、まあ、とはいえだんだんちょっと人事任せになったり担当者任せになったりして、まあ、だんだんなんかなかったことになるみたいな話も結構あるんですけれども、こう経営者の方とこの担当者っていうところで、まあ、上手なこう役割分担とか連携の仕方とかっていうところが、まあ、例えば柔道とかだとその監督、コーチ、トレーナーとか、まあ、いろんなあと選手そのものとどういう形でこう上手に役割分担して、まあ、連携していけばこう、まあ、丸投げっていう言い方しちゃうとあれですけど、結構丸投げっていう時もあったりするので、まあ、それをちょっと回避できる方法があればなと思うんですけども、古賀先生いかがでしょう。まあ、私の場合はね、まあ、会社と違って規模がね、もともと小さいので、まあ、それが当てはまるかどうかっていうところあると思うんですけども、はい、まあ、私の柔道をやっている現場としては、選手、コーチ、そして監督を、うんうん、はい、まあ、一堂に集めて、うんうん、で、このコーチに関しては、こういう悩み、うんうん、こういうことを相談してくれと、はい、うんうん、で、それ以外の何かがあった時には全て私が、うんうん、対応するとっていうふうに、こうそれぞれの役割を、うん、中コーチにも伝える、選手にも伝える、うんうんうん、でそれがみんなで理解した上で、うんうんうん、で選手も、あ、こういう悩みであれば、あ、このコーチでいいんだな、うんうん、で、まあ、私は女性も教えてるので、まあ、女性のコーチもいるんで、じゃあ女性ならではの悩みもあるだろうと、うんうん、それを直接私に言えないこともあるだろうと、そういう時はこの女性の先生に相談してくれと、はい、っていうふうに、うんうんうん、何かがあった時には全ては私が責任を持つし必ずみんなを守る、うん、だけども問題によってはこの先生、うんうんうん、この先生に相談してくれと、はい、でこの中間の講師たちにもその役割がそこで理解できるわけですから、はい、で自分で処理できなかったら俺にも相談してくれと、うん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 、いうふうに、はい、みんなでまあ理解しておけば、うんうん、あ、この悩みであればこの先生、はい、これであればこの監督、うんうん、っていうふうに、はい、まあ、不安悩みを持った時のこの解決する先生を選べるっていうふうにはしてますね。ああ、すごく もうそのまま当てはめれそうだなと思いました。やはり役割分担を明確にしてみんなで合意して、はい、でまあ、従業員もとかもこう誰に相談したらいいんだろう、相談する相手がよく分かんない、もういいやみたいにならないで済むなと思いますので、はいはい、ぜひその意見を、はい、取り入れていただければと思います。荒川先生、こうさ、まあ、ちょっともうお時間が迫ってきちゃってるんですけども、こう健康経営にこう経営者が健康経営に向けてこう一歩踏み出した企業もあるし、これから もっと続けていこう、そしてまだまだスタートしてないっていう企業もあるんですけれども、こう経営者にとって健康経営を実行していく上で一番重要なことって、こう荒川先生的にはどういうふうにお考えでしょうか。健康経営のもとはもう日本最高戦略と国家戦略なので、うん、もうこれは取り組まないといけないという、選択肢はないぞと、はい、次の日本という、その中でも健康経営は投資だって言ってるんですから、ここを経営者として響いているはずですよね。だったらばやっぱりその投資をいかに、お金をしっかりつけてやるかっていう、で、古賀先生のようにプロフェッショナルに任す部分とか、うん、専門に任すといった領域もあるだろうし、まあ
企業の中での管理、担当者をつけてそこに投げるっていうのもあるんだけれども、はい、一番大事なのはやっぱりこの経営者自らが意識を、これ健康経営は入り口ですって言ったんです、うん、本当にその先にはその企業の会社の生き残り戦略なんですよね。そうですね。その一つに健康経営っていうのが出てきて、健康経営をやっている企業が優良銘柄って言って株価が安定したり上がるっていうところまでやって戦略なので、はいはい、その先の生き残り戦略というところを考えて、経営者自らがやっぱり健康経営、自分を健康に、はい、ちょいメタボでもいいんですよ、うん、その社員の目線に降りていって、いや僕もねだらしないけどねみたいなところから始めていいので、自ら実践するっていうその姿勢が大事かなと思います、うんうん、はい、ありがとうございます。古賀さん、ぜひ画面の向こうにいらっしゃる経営者の皆様にエールを一つ何かお願いします、はい、まあ、今回ね健康経営ということで、はい、また私今日せっかく柔道着も、はい、着させていただいて、出させていただいてるんですけど、この柔道っていうのは加納治五郎先生の作られたものなんですけども、その言葉の一つに精力全用自他共栄という言葉がありまして、はい、これ簡単に言いますと優しい人になりなさいっていうことなんですね、うん、はい、でこれ健康っていうものも根本的には人の優しさがあるからこそ健康になってもらいたい、健康でもっと生きがいを持っていきたいとか、根本的にはその優しさが必要だと私は思うんですね、うんうん、そうですね。ですから皆さん方に、この言葉をね覚えておいてもらって、うん、精力全用自他共栄、優しい人間に自分がもっともっとなっていきたい、なりたいっていう思いがあることによって、おのずと自分にも気を使う、人にも気遣いができる。でまたこれ何か目標を持った時にみんなから応援してもらうためには、自分が優しい人になっておくことがみんなから応援してもらえる、一つの秘訣でもあるんですよ。誰もね意地悪な人に応援しようとは思わないのでやっぱり優しい人にはみんなが応援するっていうことは、人それぞれ持った目標あるいは大きな夢を達成していくためにも、実は優しい人に自分が成長していくことでたくさんの人に応援してもらえる、だからこそ夢達成が現実に近づいていける、はい、で夢目標を持てれば生きがいが持てる、生きがいがあるからこそ日々健康でありたいと思うというような、そんなね、流れになるんではないかなと思いながら、はい、この精力全用自他共栄という言葉をちょっと皆さん方覚えておいてもらいたいなと思います。はい、はい、本日はお忙しい中本当にありがとうございました。こちらこそ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。健康系